えー、30歳の個人事業主です。収入が安定した,たので将来、私立の高校野球の監督をして甲子園に出場するという夢があります。ひろゆきさんが高校野球の監督をするとして、一から弱小校の指導をして甲子園に行くことを目指すれば、どのような指導をしますか坊月一段の合理的なアドバイスを何かいただければ嬉しいです。私自身、甲子園の主要経験はありませんが、高校と大学は野球でスポーツ推薦で入学し、卒業しました。えー、プロモーションをどうするかですよね。 結局そのあの甲子園に行ける高校になぜ甲子園に行ってる高校がなぜ甲子園に行けるのかっていうと優秀な子どもたちがそういう高校に入るからなんですよねなので優秀な子どもたちが来てもらえるようにするためのプロモーションをいかにするかなんですよねでその結局あのチラシをばらまくぐらいじゃ来てくれないと思うのでで あの中学で本当にトップレベルの子はもうガチのところに行っちゃうので。その トップではないけど、まあ、あの、そのチームの中で5番手ぐらいの子っていうのをガチで口説いて、その要は、あの、まあ、その有名校にはその5番目ぐらいだとまあいけないと。でもあの、高校でも野球をやりたいっていう子を本気で時間をかけて口説いて、じゃあ一緒に甲子園を目指そうっていうので、一人一人一本ずりしていくっていう形で、その優秀な地元の中学生の そこそこ優秀なこう捕まえるっていうのをやってでその後ちゃんと練習をしてでその予選を突破するみたいなので何か結果を出すとあこの高校ってちゃんと甲子園目指してるのっていうのがだんだん年々伝わってくるのでなのであの優秀な中学生を一本釣りするっていうのをちょっと心がけてやってみるといいんじゃないかなと思いました。